ワールドハイビジョンチャンネル株式会社は BS デジタル放送を行っている三井物産系列の衛星機関放送事業者 BS1 エ12の名称で無料の BS デジタルハイビジョン放送を行っているリモコンキー ID は122007年12月1日に放送を開始放送開始当初はキャッチコピーはリモコンキー ID の12と自由にをかけた 自由に見よう。このキャッチコピーを織り込んだ CM がステーションブレイクで放送されていた。2017年12月1日からは BS1 に見ちゃってますからのサウンドロボも使用している。他方2009年4月1日に日本ケーブルテレビジョンより一般衛星委託放送のザゴルフチャンネル事業を譲り受け同日より運営していたが 同じゴルフ専門の CES ゴルフネットワークへの吸収合併のため2012年3月31日に放送終了した。親会社の三井物産は開局1ヶ月前の2007年11月1日にこれまで保有してきたケーブルネット埼玉と日のケーブルテレビの株式をジャパンケーブルネットに譲渡した。また、三井物産の完全子会社で創業した。 サムライ TV の運営会社は、同社の株式すべてを2001年、2008年と、段階的に、スカイパーフェクトコミュニケーションズに売却し、2008年10月1日に、スカパー g サット参加のスカパーアブロードキャスティングに、吸収合併された。毎日5時時点で24時間のハイビジョン放送を、行っており、良質、健全。 プレミアム感をコンセプトに自社制作のオリジナル番組のほか、後日の放送局から番組供給を受けて放送している。2007年12月1日11時の本、放送開始当初より通常編成で放送を行い、開局記念特別番組といったものは放送されなかった。また、他局が特番中心の編成を実施する年末年始についてもこの体制を崩していない。 NHKBS ハイビジョンが2007年9月30日放送を終了したことにより空いた帯域を再利用して開始されたチャンネルの一つである。BS-9 は48スロットに分割され、12には全待機中15スロットが割り当てられている。曲番号は22、リモコンキー ID は12。ただし、実際に放送を行っているのは222。 CH のみである。BS デジタル放送に K サービスの正式なリモコンキー ID を割り当てられた最後のつぼねではあるが、2007年以前に発売されたテレビの場合、チャンネルボタンは BS11 と同様に設定されていない場合が多く、視聴環境により異なるが選曲する場合は、チャンネルの再設定が必要な場合がある。 民放連には2015年4月1日より巡回員として加盟している。民放連の放送基準148条には、週刊のコマーシャルの総量は、総放送時間の18%以内とすると定められているが、1日の放送のうち最も多く、放送されているのは、通販専門チャンネル QVC のハイビジョンサイマル放送であり、 最大で1日に20時間に及ぶ日もあった。2010年4月1日より、平日2時8時、土曜3時6時、日曜3時8時まで、QVC の最ル放送を停止した。これに伴い毎週日曜日、深夜4時5時は放送休止枠となった。ただし、月1回程度の不定期で日曜日深夜も、週夜放送を実施している。2010年までは、 通販番組は QVC だけであったが、サイマル放送が縮小されてからは、他局と同様に番組の途中の CM の時間にいろいろな通販会社の CM が放送されるようになったり、QVC を放送していない時間帯にいろいろな通販会社のドキュメンタリー番組風の30分番組などが放送されるようになった。また、ルビでの生放送番組は、 QVC とプロ野球中継等のごく一部しかなく、自社制作の生放送番組は、2010年5月のトルブホビー天国や鈴鹿8時間耐久ロードレース中継などの少数に限られている。2011年3月11日に発生した東日本大震災で、千葉市にある QVC 本社が被害を受けて放送不能となったため、トルブも同日から、 QVC のサイマル放送ができなくなったことや、電力節減のため暫定的に24時間放送を停止し、毎日3時から5時を休止、メンテナンスに当てた。QVC は2011年3月23日に再開し、5月から終夜放送を再開。2012年に一部番組で字幕放送を開始した。放送開始以来、画面右上にウォーターマークを表示している。 また、2015年4月から2019年3月までは、CM 枠直後に、BS1 に CH12 のロゴを青色で、約3秒間表示していた。2015年10月1日からチャンネル名の故障を、BS1 に12に改め、デジタルテレビの曲名表示と、電子番組表、新聞、テレビ情報誌などの表記も変更された。2019年4月1日から、局ロゴ、 受像器表示アイコンウォーターマークを変更、表記をアルファベットの12からカタカナ表記の12に統一した。ただし公式サイトのドメイン名、twellv.co.jp や公式ツイッターのユーザー名、BS1 にル2にアルファベット表記の名残が残っており、全敗には至っていない。開局当初、ケーブルテレビ局においては、 周波数の帯域不足や番組編成方針などを理由にケーブルテレビ最大手の JCOM など一部のケーブルテレビ局や光放送では再配信が実施されてこなかった。その一方で JCN は2011年4月よりグループ全局での再送信を実施することを公式ウェブサイトなどで発表した。その後 JCOM と JCN の経営統合を受けて 2012年12月より開局以降長らく配信されていなかった JCOM 系列でも配信が行われるようになった。ただし JCOM では周波数領域の関係で一部 BS で配信される地域を除き原則的には CS 領域での提供となっている。ほとんどの番組は不定期で編成しており放送時間が決まっている番組はごくわずかである。また、 放送終了年月日の記載がないものが多く、ほとんどが放送終了していると思われる。すべて字幕版で放送。すべて字幕版で放送。開局初期より、海外アニメや日本の旧作、純新作、新作アニメを放送していたが、2020年3月4日をもって終了し、2020年9月までは、放送大学を除く無料 BS 放送局で唯一、 アニメ作品の放送がなかった。ただし、1990年3月21日に日本テレビで放送された雲のように風のようには、同じ三井グループの企業である三井不動産販売の創業を20周年、記念事業の一環として制作された経緯があり、2020年で創業50周年、本放送から30周年の節目となるため、同年の7月1日に、 例外的に放送された。2020年10月からは、日曜19時代に、日曜アニメ劇場と題した放送枠を新設。劇場版、アニメ、OVA、テレビ用に編集されたスペシャル版のほかアニメのコンサートや2.5次元作品も放送すると、している。2021年1月から、火曜引く土曜2時代に、アニメ枠。 アニメ26を新設した。数ヶ月放送されるものもあれば、数回で打ち切られるものもあり、放送は安定していない。約1ヶ月でタイトルが変更になり、過去に放映したタイトルも膨大になるため、ここでは割愛する。また、番組とウェブサイトがリンクしており、協力企業への資料請求や問い合わせなども番組内で行っている。 そのため事実上の番組枠販売と言える。最も多くの時間帯でハイビジョンのサイマル放送を行っている。2019年1月から金曜19時台に海外ドラマ枠金曜キラー通りを設置。最終回まで放送後は再び第1話から放送するというヘビーローテーションが繰り返し行われた。2017年12月までは月曜から 金曜の7時台に子供向けのアニメを放送していた。2013年1月から6月まで角川書店が制作関与の UHF アニメを放送。ありがとうございます。